廃墟山中の動画は来ましたね。遊戯王デュエルモンスターズオフィシャルカードゲームブレイジングボルテックス、はい、見てください。これパッケージモンスターはアームドドラゴンでございます。アームドドラゴン、遊戯王昔やってた人なら知ってると思うんですけども、アームドドラゴンレベル3とかこうレベルが上がっていくやつのなんか新しいのが出るらしいんです。なんかね、遊戯王今アニメがラッシュデーでやってるから、この OCG 遊戯王カードの方がアニメがないからちょっとどうなるんだろうと思ってたんですけども、めちゃくちゃ盛り上がってるね。ちょっと本当だな、感動。というわけで古いテーマが強化されたり、みんなが好きなモンスターとかをね強くしたりする傾向があるんで、めちゃくちゃ今盛り上がってるんですけども、いろんなデッキが強化されているブレイジングボルテックス6箱開けていきたいと思います。ウルトラレアカードが8種類、スーパーレアカードが10種類、レアカードが18種類、ノーマルカードが44種類、初回生産分にはプラス1ボーナスパックがあります。これ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 ね、なんか1パックあって、7パックあるんで、これまた別の動画で開けようと思います。とりあえずね、もう何でもいいからかっこいいプリズマレアが欲しいです。俺が今回目つけてるのはなんかセキュリティフォースっていうサイフレームドライバーとかクロノダイバーとかとなんか戦ってる組織があるらしいんですけど、そのテーマがちょっとめっちゃかっこいいんで、個人的にはちょっと作ってみたいなとか思っております。まずこの6箱でしっかりプリシク出していきたいと思います。では行きましょう。はい、というわけでワンボックス目はまあダラダラと開けていきましょう。ちょっとね、どんなカードが入ってるかもわかんないんで、ちょっと普通に楽しみっすね。古いテーマ強化されるのマジでおもろいんだよな。はい、うわ、いきなりペンデュラムだよ。もうすごいよ。大雷ザイクロプス、これペンデュラムデッキでなんか結構救済っぽいんですよね。ペンデュラムゾーンにいると自分フィールドの P モンスター1体と相手のフィールドのモンスターを表示景色変更、召喚成功時に表示景色変更、変更された場合にマホトラップカードを破壊できます。このカードがペンデュラムゾーンで破壊された場合に自分のペンデュラムゾーンのカードを1枚選んでバウンスできるんで、なんか貼り直しとかできるんですね。メタルフォーゼも強化入ったんですよね。もうそれ何でも強化、魔合神も強化入る。もう前歯アームドドラゴンですね。かっこいい。うわ、メタルフォーゼもどうなるんでしょう。もう環境がまたおもろくなってきた。個人的にちょっとペンデュラム活躍してほしいですね、魔術師以外の。はい、次来ました、セキュリティフォースオリフィス。相手フィールドのモンスターが効果発動した時に手札からセキュリティフォースカードを1枚除外して発動できます。そのモンスター破壊します。強い。サイバース族なんだね。なんかすげえサイキック感あるけど、またメタルフォーゼだ。すげえメタルフォーゼ多いな。 EMR 効果短。フィールドの機械族モンスター1体リリースして、元々の攻撃力1000につき1枚までフィールドのカードを対象として発動破壊します。すごっ。攻撃力5000だったら5枚破壊できます。さあ来ました、アームドドラゴンサンダーレベル5。お腹に電気マークが入ってますね。懐かしいね。俺が超遊戯王をやってた時だ、これ小学校の。はい、やっぱ光物も出てこんな。これセキュリティフォースって今度はサイキック族ですね。サイキックっぽい感じがしてる。あ、セキュリティフォーススプリガンズブラスト。はい、テック流スプリンド。ここに乗ってる人見てください。これアルバス君とエクレシアちゃんなんですね。これ2人でデートしてるわけです。このターンに特殊召喚された効果モンスターとアルバスで融合できますと。アルバスは今後また強化されていくカードなんで、マジでちょっと期待大ですね。ドラグマ召喚獣強えんだよな普通に。次です。はい、先行のブルーレセンス。まあシンナーズもいんの。もう何でも強化入るじゃん。これウィンドウィッチも強化されてんだよね。魔合神もおるし、もうすごいじゃん。ほんといろんなデッキ強化されてんな。はい、次がスプリガン来ました。スプリガンズビート。エクシーズするけどしないみたいな戦い方って聞いたことがありますね。メタルフォーズ。サンダードラゴン。夢魔境のエマネイロス。ウルトラレアです。かっこよ。海外から来たテーマの夢魔境の新規カードですね。モンスター効果を無効にできる効果があるのと、こいつをリリースすると戦デッキからネイロスを特殊召喚できる。強いな。夢魔境ちょっと見た目かっこいいからちょっと興味あるんですよね。はい、ちょっと30枚あるからちょっとパパッといっちゃいますね。スプリカンズビート。わ、出た、儀式。儀式の新しいナイトオブなんとかが来ました。なんでこの妖精。わっ、戦火はちょっとなぁ。暑苦しいイメージがあるんですけど、なんか新規めちゃくちゃ出てきてますよね。そしてまた夢魔境の新規です。夢魔境の人、ネイロイ。ちょっと泥損になりそうな感じはありました。はい、フリーズベル。ただリリーベルしか俺知らんし。わ、また、もう海竜族強すぎでしょ最近。めっちゃ跳ねて、デジタルバグも強化来てんの。何これ、メタルフォーゼのなんか融合カードですね。なるほどね。わあ、メタルフォーゼこれどうなるんですかね。次です。はい、デジタルバグはまずおもろい。マシンなんです。ブルーセンス。ドラグマジェネシス強いんかな。除外されてるエクサレイキから来たモンスターとそのモンスターと同じ種類の相手フィールドのココモンスター1体を対象としてシャツをします。まあ効果無効にできるんだ。エクサレイキに戻せるのはまた強いですね。ただ効果無効だけだとちょっと物足りない気もします。はい、アームドドラゴンサンダーレベル3ですね。はいはいはい。マハーバイロすげえ懐かしいし欲しい。お、効果も。お、マハーバイロとか皆さん知ってます？俺めちゃくちゃ昔のカードなんだけど。はいはいはい。お、セキュリティフォースブリッジヘッド。純粋なサーチカードが強いですね。フィールド魔法なんだ。いいフィールドカードだこれ。次です。はい、
プリガンツロッキーブリンズ&ベルアームドラゴンレベル3ニューマキオの何これかわいいめっちゃかわいいただの女の子やんけこれもう出た出た出た真珠ハイペルトンこれめっちゃ強いですこれランク9の救世主とりあえず何でも無効にできるってやつですねもう普通にそういうね固め方が一番強いですマハーバイロプロフェッサーねメタルフォーゼ、じゃあパラメタルフォーゼアゾートです。誰？イラストはめっちゃかっけえな。次です。はい。はい。プリガンズバンガー、でかっ。魔法神の神器。次、アズールレーンみたいなカードきましたね。これめちゃくちゃ強くね？今何気なく読んだんですけど、やばいこと書いてあるな。特殊召喚無効にできるな、これ。普通にやばい。次です。はい。フリーズベル。やばい、なかなかレアリティの高いカードがまだ来ないですね。エロー！セキュリティフォース、ブラチラ。さあ、どんどん行きましょう。はい。また、ちょっと待って、メタルフォース多くね？はい。アームドラゴンレベル3。鹿だ！うわー！金満で謙虚なツボです。エクストラデッキのカード3枚か6枚除外して、除外した数だけデッキの上からカードをめくって欲しいカード手札に加えると。いや、すげえ、鹿か。これなプリだったらよかったなでも素敵です。ありがとうございます。アバンク。電脳の新規ありがとうございます。来ました。ついにエルドリッチの新規です。ありがとうございます。これ以上強くしないでください。エルドリッチモンスターとレベル5以上のアンデッドだから、発動したトラップカードのコンキスタドールとか、黄金鏡モンスターでできますね。根本的にこれ戦闘効果で破壊されないって書いてあるのがやばいです。最高にかっこいいです。ありがとうございます。はい。フリーズベル。うわ、誰？想定も新規来てんの？なんかめちゃくちゃ透かしてんな。うわ、かわいい！トライブリゲートの新規、キット。めっちゃかわいいじゃん。ピンク組だ。素敵です。次です。はい。イングナー、ナイツ、スプリガンズ、バンガー、ショーダウン。ほら、見て、ほら。クローノダイバー、許す、ここに。大堺、コンコルド。すげえ、なんかパチンコ屋さんみたいになってしまいました。次です。はい。ブリザードベル。プロフェッサー F。フリーズベル。スプリガンズブラッド。うわ、これエルドリッチの融合魔法ですね。手札フィールドからの融合。ただな、融合のためにこれを入れるかと言われるとちょっと難しいんですよね。割とエルドリッチ短期で攻めるデッキなんで、俺のデッキの軸はスキドレ軸なんでちょっとね。どうなんすかね。使わない方が強いまでは誰？アームドドラゴンレベル10ホワイト。真っ白になっちゃったね。ねえ、かっこいいっすね。真っ白のカードとか結構なんか人気が出そう。スプリガンズキャプテンサルガス。はい。あ、いいね、オリフェス。うわ、シンクロ、うわ、ドラグニッテも入ってんな、もう。いろんなデッキ強化されるな、これ。次です。はい。はい、はい。ここら辺もしっかり見ました。何これ？自分ドローフェーズに通常のドローしたとき、そのカード1枚を相手に見せて発動できる。そのカードデッキの一番下に戻してもう一回ドロー。おぉ？おい、なんか、すごいな。もう一回ドローできるみたいな感じじゃん。なんか使えそうですね。素敵なカードです。そしてこれが、デッキからアームドドラゴンを特殊召喚する、こういうのが一番強い。次です。はい。またジャイクロップさん。なんか光り方が。はい。うわぁ！レリーフ枠は、スプリガンズシェイプエクスプローラー。ちょっと待って、かっこよすぎ？太陽の光り方やばくない？これ。なんかレリーフが一番かっこいい気がするんだよね、今、レアリティで。かっこいい。次です。はい。ロッキー。結構、出た、ミラドーラ。こいつも悪させるカードなんですよ。相手がエクストラデッキから攻撃力2000以上のモンスターを特殊召喚したら、こいつを手札から特殊召喚できます。つまり、相手ターンでも使えそうですね。こいつが手札からの特殊召喚に成功した場合、エクストラデッキから特殊召喚された相手フィールドのモンスター1体の効果を発動できなくします。こいつがいる限り。強い！はい。ワン。はいはい。うわ、スプリガンズ、ワッチ。見てください、これ。アルバスとエクレシアちゃんが、なんか、砂漠を歩いてる感じですね。エクレシアちゃん、髪の毛の結び方変わって、またすごいセクシーになりました。最高！なんか、パッと見、家系ラーメンみたいな感じがします。はい。マハーバイロ。はいはい。はいと。セイクレット。はい。デジタルバグ、オリフェス、スプリガンズ、ビート。うわ、かわいい！セキュリティフォースにもこんな和服の女の子がいるなんて。さあ、ラスト1パックです。はい。メタルフォース、なんか、すごい、ペンデラムが多いな。はい、こんな感じでした。というわけで、なんとなくのノーマルカードは分かったんで、こっからちょっとレアカードだけ絞って見ていこうと思います。はい、というわけで出ました2箱目、見ていきましょう！さあ、いきますよ。もう光物にしか俺反応してません。まずしっかりと来たのが、あ、待て、おい、レリーフ2枚とも一緒かよ！そんな偶然ある？いや、結構冗談きついよ。待って、でも仕組み見えてんだけど。待って、こんな早めに終わる試合ある？やば、つら。はい。宿ですね。エルドリッチの宿でございます。せめてプリズマであれ！やばい、もう楽しみがなくなった。あとはもうなんか、さっきの箱で出なかったレアカード見ていきたいですね。これさっき出ましたね。やばい、もう何を楽しみにこれ開ければいいか。あー、オッケーオッケー、これ2枚目です。ハッピー。レリーフと宿そんなすぐ出ちゃダメでしょ！あ、スプリガンズウォッチ、センキュー。
金券な壺、これ金券って読みましょう。金盤で金魚で金券2枚目です。数ですけど使います。はいはい、んイラスト可愛いな。ちょいちょいやっぱまだ出てないカードがありますねけども、大体出てるんだよな。はい、よいしょ。完全に S って書いてあるね、この奥のカード。来ました、セキュリティフォースジャスティファイ。リンクさん強いんかな。自分相手ターンに相手フィールドの子供最低として発動できる。おお、とりあえず効果無効にできると強い。こいつのダメージって回収でリンク先のモンスター全部除外するんだ。強っ、全部こっち向いてんじゃん。うまくいけば3枚除外できますね。強いな。リンクもまたちょっと未来明るそうですね。はいはい、うわっ、ホワイトベイキング、ホワイトがベイキングしてます。うわっ、アムドドラゴンさんのレベル7、かっこいい。この上があるんですよね確か。まあ、そしてエルドリッチ被っていきます。ありがとうございます。2枚出ました。ちょっとデッキ組んでるんで、なんかね、使うかどうかわかんないけど、普通に嬉しい。はい、これが2箱目でした。はい、というわけで3箱目出ました。さすがにそろそろプリズマ欲しいですね。というわけで早速見ていきましょうか。え、来てそうな感じあるけど、これレリーフか。緊張するな、いきます。もう、そしてレリーフ来るけど、これバラバラじゃん、これどう見ても。うわー、かっこいい。ウィンドビッチ、バラバラダイヤモンドベル。いやいやいや、かっこよすぎでしょ、これレリーフ。やばいやばいやばい。すっげーシンクロのレリーフ、マジで輝きすごいな。いやー、素敵なレリーフ出ましたね。問題は宿で、あ、金マンじゃなくて、金券。はいはい。うわ、魔合神の宿だ、枠取るな。魔合神使いの方からするともう大歓喜なんでしょうね、これ。待って、これ。え、また宿じゃん。ちょっと待って。アームドドラゴンサンダーレベル7の宿ですね。え、もうプリズマないじゃん、これもう。どうすんの、もう。全然3箱かけて1枚も出ん。はい、アームドラゴン、あ、また出た。ん？何これ？こんなよくわからないのカードある？防音室みたいじゃん、これ。一時保護固定式。なんで数学なん？難しい！僕は使えません。はい。来ました皆さん、これが今回のちょっと見どころカードと言っても過言ではありません。エロスエロスクリッリンクがなんと5で、効果モンスター4体以上で、上の一文だけでもさせてください。このカードをリンク召喚する場合、相手のモンスターもリンク素材にできます。はちゃめちゃに強いです。もうそれだけでさせてください。強いです。前回のアーゼウスのポジションのカードですね。はい、ぶっ壊れです。何これ、デーモンの杖、気持ち悪。うわ、また来た。はい、うわ、またなんか久々に来たな。あ、ミラドーラ、ありがとうございます。こういうちょっと汎用っぽいカードしっかり集めていきたいですね。うわ、そっか、こいつがいるんだ。ライブツインリーラトリート、あのリーラちゃんのあのハロウィンバージョンですね。かわいいし、ポップだね。こんな感じですかね。はい、以上になります。やばい、プリズマが出ん、若干ピンチです。はい、というわけで4箱目見ていきましょう。頼む、もう何でもいい、プリシクくれ、プリシク、プリシクくれー。見ていきましょう。はい、頼む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 よ。またレリーフ、やばいでしょ。4箱中3枚同じレリーフ出る、やばすぎでしょ。絶対スプリガンズ雲。うわ、また来た。お、久しぶり。うわぁ、ホワイトも久しぶりに見たな。宿はまだ来てないぞ。まだちょっとプリズムの可能性あるぞ。はい。うわ、うわ、うわ、は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 、ホロ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 、待て待て、これ、これやばい、これやばい。すぐスリーブ、すぐスリーブ。かっこいい。ホロの際、サロスエレスウルギヌアス出ました。いや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 、かっこいいでしょ、これ、光り方。いや、もうなんかプリズマよりも、いや、プリズマの方が欲しいです。次。ブラチラ、もうね、プリズマってさ、もう光ってるよね。カードの方はもう完全に祝、この子の祝は素敵ですね。ありがとうございます。まあ久々に想定も見た。はい、アウンドラゴンサンダーレベル7、ジャスティファイ。うわ、エルドリッチだ。結構出てるな、この子も。もう、はい、こんな感じでございました。とりあえずサロスエレスのホロ出たのはめちゃくちゃ嬉しいんですけど、さあ、5箱目出ました。というわけで早速見ていきましょう。さすがにもうね、プリズマ出ます。私わかります。確率的にこれで出ないことありません。よろしくお願いします。待って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 。おい。ふざけんね、マジで。お前さ。いや、おかしいでしょ。やばいって！え、狂ってね？え、狂ってへん、いけ、やばいでしょ。5箱開けて4箱同じレリーフですよ。
全部空綺麗だな、もう。はぁ、どうすんのこれ。これで敷くとかだったら俺ちょっと萎えるよ、結構。セブン、あぶねえ、ウルトラか。オッケー、金券敷くで出ていきます。あ、かわいい、リーナトリートももう3枚欲しいね。ここジャスティファイ、オッケー、しっかりと。さあ行きます。この中に必ず敷くかプリズマが、もう横にしたら分かるという。ないね。もうプリズマも枠が綺麗だからそれで分かるのちょっと辛いな。はい、これはもう完全にバラバラですね。はい。やばい、今回やばいよこれよ。きっちぃ、これマジできついな。そしてアームドドラゴン、うわ、やっと出た、これ初じゃん。パッケージモンスターアームドドラゴンサンダーレベル10です。いや、かっこいいな、レベル10。これのプリズマとか欲しいですね。これ、うわ、うえ、あー、はい、以上になります。これはやばい、マジでやばすぎる。いや、皆さん常識的に考えてください。レリーフレア5箱中4箱同じレリーフのことあります？結構なんか人類初な気がすんだよこのレベル。ラスト1箱あげます。はい、というわけで、6箱目です。最後です。これでプリズマなかったら今回プリズマゼロ。ただスプリガンシップエクスプローラーのレリーフは4枚出ております。プリズママジ出てほしい、お願いします。いきます。緊張してきたな。レリーフ大事だよこれ本当に。ラスト1箱どういう展開になるんでしょうか。しっかりとまずレリーフとか数も大事だと思っております。しっかりとまずはセブン、セブンちょっと出すぎではないでしょうか。そしてすぐにセキュリティフォースの女の子を見えました、スーです。落ち着け、しっかりと刻んでいく、しっかりと刻んでいく。さあ続いてのカードは何か。ドキ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 しております。ここはしっかりと、ここでストップ。さあ怖くなってきた。さあ残りこれだけです。さあパッと見て、パッと見ます。ここでレリーフ、スプリガンシップエクスプローラー回避。かっこいい、こう浮き出てる感やばすぎでしょこれマジで。やばすぎです。もうスプリガンシップエクスプローラー以外のレリーフは全部かっこいいです。残すはしっかりと、オッケー。リーラトリートも3枚目です。あとしっかりとプリズム当ててこの開封動画終わりましょう。エルドリッチ、皆さんで、ね、最高の気分でこの開封動画終わり、あ、おじいちゃん最高の気分で終わりたいですね。この開封動画頼みますよ。大丈夫、俺今年持ってる、俺今年持ってる男だから大丈夫大丈夫大丈夫、絶対出る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 。ネイロス。さあ、これ結構後半だな、これ最後。あ、シクです。キンキン。ワナバラダイモンドベル。スプリガンズボッチ。はい、というわけで当たりレース見ていきましょうか。アームドドラゴンサンダーレベル7が結構出ましたね。6枚で1枚が宿です。セキュリティフォースの可愛い女の子も、5枚、うち宿が1枚、リーラトリートが3枚、おじいちゃんが5枚、ちょっと出たな。ネイロスとエルドリッチも相当出たね。ダイヤモンドベルは宿と、分かりづらいんだけどレリーフが出ました。サロスエリアスもウルが1枚と、ホロが1枚。ホロ出たのは良かったです。唯一の救いです。アームドドラゴンサンダーレベル10に関しては2枚しか出てないんですよ。うち1枚がレリーフで、ミラードーラも2枚。やばい。金券は結構出ました。ありがたいです。ウォッチが4枚。パラメータのホザー、アゾートレスも相当出ました。5枚。争点少なすぎ。魔法師も結構少なかったね。ジャスティファイはうち3枚出ました。アームドドラゴンレベル10ホワイトが2枚。そんなことある？